本日もやってまいりました一丁やりまっせの番外編です。本日はグランキコーナー堺店さんにてパチンコ新必殺仕置き人 S の次第にやってまいりました。とてもね楽しみにしてたスマパチということでめちゃくちゃ緊張しております。そしてキコーナチャンネルに出演するのがちょっと久しぶりなんでそちらの方もねちょっと緊張してるんですけど見せ場作れるように解説していきたいと思います。ではシダ始めていきます。はい、では始めていきます。まずですね京楽さんの台なんですけどとても筐体がすっきりしてます。今までと違いますよね。もう何も邪魔してない感じで。でそしてレストハンドですね、映ってますか？めっちゃ軽いです。もうちょっと手添えるだけでここも手置く場所もありますし、こうパッて握っただけでも弾が発射する。左でも打っていいようにこっち側にもねストップボタンがあります。なので手が疲れてきたら両手でどっちでも打てるような仕様にもなっております。でここですねアタックトリガーって書いてるんですけど押したり引いたりできるみたいなので当落の時にアタックトリガーが出てきたら結構チャンスみたいです。本機はスマパチということで左側にここに弾が表示されております。でここに当たったら弾が増えていってで出す時はケースを押して弾を持って帰る。まあパーソナル売ってたらまあケース以外は一緒なのかなって思います。パーソナルのパチンコとしたら。では始めていきます。とりあえず何もカスタムなしでいきます。で、新必殺仕置きに S のスペックの方をお話しさせていただきます。大当たり確率約 349.9 分の1で、新仕置きクラッシュ突入率がトータル約 74% です。継続率が約トータルで 84% になります。で、ST 回数は120回時短回数も100回とラッシュ突入じゃなくてもしっかり時短がついてくるのでそこもねイーブ要素だと思います。大体の初当たりは400個ですね。ラッシュ1つ入でもラッシュ入ってても大体 1% 以外は400個なのでこちらもね今流行ってるエヴァみたいなスペックに似てるかなと思います。ラッシュ突入しなかった場合の時短ですね、時短の引き戻し確率が約 25% ですのでその直行で行くラッシュ 57% プラス時短の 25% を含めたラッシュ突入率が約 74% ですね。でポイントとしましては右打ちの約 51% が2000玉いただけます。でその2000玉取れなかった場合の 49% でも1000玉もらえるので、まあ、プラスね全部の右打ち終了後に後ほどお伝えするんですけど説明するんですけど C タイムというものがついてきます。なのでそちらの部分もあるのでかなりスマパチはね今までと違う期待できるんじゃないかなと思います。で先読みチャンスモード、真剣メーターモード、メリハリ圧モード、必殺シンプルモードでデフォルトのノーマルモードがあるんですけど私がちょっと見てて気になったのが真剣メーターモードです。神経メーターモードにすると保留入賞時にこちらにあります神経が開くみたいなんですよ。いわゆる今流行ってる先バレみたいな感じで楽しめるんじゃないかなと思うので多分売ってデフォルトの演出楽しんできた後は神経メーターモードのカスタムが流行るんじゃないかなと思うのでとりあえず1回当ててからは次はカスタムしたいと思います。で今ちょっと売ってみてしんどいのかなと思ってたんですけどこのハンドルめちゃ楽ですね。今までちょっと普通のピーキーのパチンコちょっと無理してたかなと思います。女性の手やったらこう指1本とかでちょっと負担かかるかもやけど男性やったらもう指1本でもいけるぐらいですね。軽い。じゃあ続きまして注目演出の方をお話しさせていただきます。まずは紅の涙ゾーンですね。約期待度が 58%、 金文字ならなんと 92% の期待度があるみたいです。で、そしてもう一つは問答無用合金クラッシュ、こちらの期待度が 60% になります。だいたい SP 発展時に発生することが多いみたいです。で、もう一つは三人共闘リーチですね。期待度は約 75%、 実写版リーチの3人が集まればさらに大チャンス。
じゃあ、Cタイムのお話をさせていただきます。右打ち終了後は絶対に Cタイムに突入するんですけど、死神仕置きアタックに成功する確率は約 50% です。成功する期待度が約 20% なので、 50% と 40% をクリアしないといけないんですよ。そのトータル引き戻し率が約 20% となります。時短でもラッシュでも右打ちの終了後は絶対入るので、絶対に1回2回は当てるので、そこからまた説明しますね。お、なんか出軍いきなり発展しました。あ、終わったの。京都問答ですね。おそらくカットインが出ればチャンス。一応赤カットイン出ました。おい、当たった。このトランペットすごいですね。すごい、打ち始め111回転です。はい、奇数図柄でラッシュ頑張れ。今回は400個の 43% を時短100回の方を引いてしまいました。でもね、時短100回プラス C タイムもついてくるんで、引き戻せる確率はね、全然あると思います。ボタンを押して仕置きを。中村モンド、あー、じゃあデフォルトでいきます。最初は引き戻すぞ。終わっちゃう。はい、引き戻せず。で、これが右打ち中必ず突入する C タイムです。このね、へそを一玉勝負なので、左打ちでここをまず狙います。ドキドキしますね。なんかへそっていうのが余計に入った。お、まずこの障子からこれが出てきたので、とりあえず 50% の方はあれですね、クリアできてました。で、決戦タイプ、出軍タイプってあるんですけど、とりあえず決戦タイプでいきます。で、こちらの成功率が約 40%。 各キャラで期待度が出てくるんですけど、そちらの期待度3人とも倒せばですね、1つ目90パーから1個は多分クリアできるんじゃないかな。で、この C タイムね、この死神チャンスの成功率が 20% です。2つ含めまして、1つ目撃破 70% 2回か。さあ、はい。やっぱそう簡単にはいかないですね。死神仕置きアタック終了。はい、今のが成功してたら新仕置きクラッシュに突入してた形になります。おそらく結構なチャンネルさん出させていただけるの半年ぶり以上やと思うんですよ。最後いつやろ、ヤマトかな、金ヤマトの時かな。そうですね、半年ぶりぐらいのあれですね、収録です。ありがとうございます。じゃあ一撃万発以上超えたら、じゃあ次も気候なチャンネルさん出してください。
まあでもスマパチやねんから出せるやろって、私結構シダ動画見てきたんですけど、だいたい万発超えてました、やっぱスマパチは。なんでじゃあ1万5000発で5000発乗せときます。1万5000発以上出たら出させてくださいねあ、今気づきました、あれですね、スマパチステージがないですね、筐体インがないですね。いつもステージに乗って入っていくんですけど、そのまま直線になってます。こんだけ打ってて気づかなかった。あ、赤い。ダメか。お、初めて発展しました。この子かわいい。発展してもあんなもんやったみたいですね。あ、来た！めっちゃ油断してました。ついに来ました。これが先バレみたいな感じですね。ハイパー神経連続予告じゃない。すいません。やばいやばい。これがハイパー神経連続予告です。すごい。まだ風は来てない。紫保留に行きました。紫保留でだいたい 27.7% の期待度があります。来ました、問答無用合剣クラッシュです。しかも赤い文字が激アツ。すごい。ちなみにここの真剣メーターは当落が終わるまでずっと開いてます。ふうん。あ、共闘ですね。二人ですね。はい、当たりました、よかった。427回転ですね。時短抜け後は327回転です。さあ次こそラッシュをしたい。はい、なんかね裏ボタンとかもあるみたいなので、連打でトランペットとかも今回も鳴るみたいです。ならない。あ、あーよかった、ありがとうございます。ついに新仕置きクラッシュです。新仕置きクラッシュの方も400個払いですね。最初はボタンを押して仕置き人を選択します。まあデフォルトエアバイブコックって先読みがあるんですけど、最初はデフォルトでいきます。はい、では打ち始める前に右打ちの大当たり確率が約 76.1 分の1です。そして継続率がトータル 84% なんですけど、この ST の120回あるんですけど、120回転の継続率は 80% です。でその後に C タイムに絶対突入するので、その成功率が約 20% ですので、その 20% と 80% のトータルを合わせまして、継続率が 84% となります。はい、では76分の1を引きに行きます。プッシュ。お、
これはタイトル予告かな。もしタイトル予告やったら 78% 期待があります。違うかな。いけそうですね。早い。ありがとうございます。はい、右打ちします。で、右打ち中は切れたら2000個です。2000個オア1000個ですので、 51% で2000個、49% で1000個です。さあ、あ、切れましたね。2000個の方引いてました。かっこいい。あ、エアブロー感じてます。めっちゃ恐怖。2000個はでかいですね。 51% って考えたら、だいたい3000個とかでも今までもらえるん結構少なかったんで、まあ振り分けも大事になってきますけどね。10連して全部2000個やったら2万発いくし、10連で振り分けに負けちゃったらね、万発ちょっとで終わっちゃうと思うんで、振り分けは大事。さあ頑張ろう。ちなみにボタンが出た時点でチャンスみたいですね。おお。熱い。すげえ。もうこんなん絶対当たりですね。一撃。わあ、引きます。おはい、3連目ですね。まず次も2000個がいいな。あ、切れないってことは今回は 49% の1000玉の方でした。じゃあ次はエアバイブにしても多分ね、私しか感じられないんで、見ていただけてる方には感じられないんで、とりあえずじゃあ先読みチャンスにモード変えてみます。おお、先読み来てます。またさっきと同じ厚赤保留ですね。さっきと同じリーチだ。すごい迫力、画面が。切ります。ああ、聞かないバージョンもある。ありがとうございます。4連目です。あ、今エアバイブ来てます。ポポポポポポポって言ってる。ってことは2000個ですね。嬉しい。こう持った方が気持ちいいんかな。じゃあ先読みチャンスしたんで、デフォルトでいきましょうか。いろんな演出見たいと思うのでデフォルトでいきます。スマパチで爆引きするために今までミドルで負けてきたんやと思いますわ。
また保留、圧保留。テツさんが出てきました。まあまあもう保留が赤いんでテツさんでもいけるでしょう。嘘、全然熱くないやん。復活、赤堀あんま熱くないかもやばい、残り10回転。お、来たー。これさっき言ってたあれですね、新タイル、新タイトル予告。期待度 78% あります。約いやーいいですね、この終わりかけに当たるなんて。でもまたテツさんやけど大丈夫かな。え新タイトル予告じゃないのかな。テツさん嫌いになりそうですよ。はい、5400玉で終わりました。でも C タイムあるんで、そこでもう引き戻せばいいんですよ、死神チャンスでね。はい、狙います。この障子が開く確率が約 50%。 とりあえずここを開かないと意味がないんでほんまにこういう、あ、入った、開きもせんかった。はい、ってことで 84% の継続率を6連で終わらせた5400玉ですね。はい、お、これが緊急指令になりました。悪人軍団を押し込め、押し込め、極悪人押せなんか塩気人っぽくないですね、なんかめっちゃイケイケやと え、こんなんで当たったりする？あ、さすがにないか。でもほんまに今のリーチが来るまで、正直ほんまにちょっとでもおっと思えるようなリーチがなかったんで、ほんまにシンプルですね。緑なんか 8% とか言ったらもう書かなかったです意味ないと思います。じゃあちょっと保留の説明します、今から またこれなった。レインボーに見えたけど、これ何？何？え？え？右打ちってだった。え、しかもラッシュ？ごめんなさい、なんか怒っててすいません。またこれやとか言ってたら当たってました。デフォルトでいきます。さっきは5000発で終わっちゃったので、とりあえず目指せ万発、あわよくは1万5000発出したら次もね出させてもらえるんで、勝手に決めてるけどいきます。とりあえず2連目です。3連目です。終わっちゃう。あ、3連3400玉ほんまか。まあでもここで引き戻しを込めての 84% なんで、継続率、障子が開く確率 50% です。とりあえずね、さっき一発告知できなかったんで、ここは開いてほしいな。お、とりあえず 50% は突破できました。これね、
成功率が 40% なので、さっきは決戦の方やったんで出軍一発告知のタイプにします。はい、ろうそくが消えるまでにね何かしら起こればいいんで、めちゃくちゃシュールやと思うんですけど、もうこれは成功せんかったらね、ただろうそく見てるだけになるんで、ちょっと見てみましょう。絶対私はこれにしないですね、意味わからんもん。まあまあ慣れてきた頃にはしたいと思います。はい、ではね、時間来ててね、もうおしまいって言われてるんですけど、なんと3回ねちょっとラッシュを取ってる台を用意してもらったので、これでね万発超えたら、まあ、1万5000発って最初言っちゃったけど、まあ次も出させてもらえるってことでいいでしょ。はい、いいですね。じゃあ行きます。はい、速攻。もうね、でもこれ時短で引き戻していただいてる台なんで3連目ですね。3連目になります。4000発でーす。かわいい。またまた2000発ゲット。5000玉でーす。振り分けにめちゃくちゃ勝ててる。 51% の女やわ。すぐに7000玉いってました。早いから気づかなかった。はい、やった、万発やピンフラッシュなりました。万発いきました。また2000玉や。振り分け2000個しかないみたいです、私のこの台は。なんかめっちゃ楽しいこの台。1万5000玉です。ありがとうございます。次回も頑張ります。人の台やのにめっちゃご満悦してる。はい、10連 16,420 玉。でも C タイムまでが 84% の継続率なんで、これで4回目やから 20% でしょ。あかんかった。終わっちゃいました。はい、実践終了しております。パチンコ新必殺仕置き人 S はいかがだったでしょうか。私的にはもうね、京楽さんの本気を見せていただいたなと思います。もう正直なんか寝台打つこととか多いんですけども、ダメな点が一つも見当たらなくて、もうこれは流行ること間違いないやろなと思います。もう今までのねピーキより進化したスマパチをね味わえてよかったです。グランキコーナー酒井店さんなんですが、スマパチラインアップが大阪最大級となっておりまして、本日試打させていただいたパチンコ新使用機に S が18台導入されます。こちらは4月24日からの導入予定となっております。そしてルパンとセイヤはもう導入されておりますので、皆様ぜひ足を運んでみてください。では本日もありがとうございました。一応ねちょっとスタッフさんの台なんですけど、1万5000発超えたのできっと出れると思います。なのでまた次もお会いしましょう。ありがとうございました。